江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、警告型戦闘機 KF-21 の話題でございます。インドネシアの分担金問題ですね。こちらがですね、進展して警告民激怒しているというね。進展とは言ってもね、インドネシアからちょっと微妙な提案をしてきたんですけども、それでは見ていきましょう。くーちゃんお願いします。警告とインドネシアが警告型超音速戦闘機 KF-21 を共同開発中である中、インドネシア政府が開発分担金納付期限を2034年まで延長してほしいと昨年12月末警告側に要求した事実が一歩遅れて明らかになった。これに先立ち、インドネシアは2016年の契約当時、約1兆6000億ウォンを2026年6月までに支払うことにしていた。装具以来、最大8兆8000億ウォン、兵器開発事業である警告型戦闘機事業で開発費の 20% を分担することにしたのだ。しかし、その後、納付を今日明日と先送りし、予定金額より今月基準で1兆ウォンほど納付が少ない。このように、不誠実な納付は論議を呼んだ。その後、最終納付期限も当初契約した2026年ではなく2034年まで8年を延ばしてほしいと言ったという。警告政府は、戦闘機の開発が2026年に完了するだけに、開発が終わってから8年間金を出すという提案は受け入れがたいという立場だという。ただインドネシアが官能の意思を明らかにし、共同開発を継続する意思も確認しただけに、ひとまず両国実務陣の線で妥協点を見出すために非公式議論を進行中だと伝えられた。18日、外交筋と防衛産業界の関係者によると、インドネシア国防部は昨年12月末 KF-21 開発事業を管理する警告防衛事業庁に開発分担金の納付期限延長を提案した。そして2034年までに年度別納付計画を盛り込んだ提案書も送った。現在インドネシアの開発費分担金の残高は約1兆3217億ウォンだ。今年から毎年同じ金額を出すなら、2034年まで毎年約1100億ウォン台の金額を出すことになる。警告政府はこの提案に公式に拒否の立場を明らかにしていないという。ただ内部的には受け入れがたいという方針だという。兵器体系の開発費を開発が終わった後に出すという提案自体が現実性に欠けるということだ。KF-21 システムの開発は2026年に終わる。40台と予想される初度物量は、直ちに2026から2028年に量産され、警告空軍に実戦配置される予定だ。インドネシアが官能の意思は明らかにしたが、これまで信頼を落とす歩みを続けてきた点も、延長提案を気軽に受け入れにくくする背景だという。インドネシアは KF-21 メーカーの警告航空宇宙産業 KAI と2016年の契約締結当時、分担金を年度別に分割納付することにしたが、初年度の2016年だけで500億ウォンを正常納付した。その後は未納を繰り返し、3月現在の累積納付額は2783億ウォンに過ぎない。2021年には現物で開発費の 30% を出すと言ったが、具体的な履行方案は提示しなかった。これに先立って1月にはインドネシア研究員が KF-21 開発関連資料が含まれた個人携帯用保存装置 USB メモリを慶尚南道市川の KAI 本社から持ってこようとして摘発された。この事件でインドネシアに対する警告の信頼がさらに落ちた可能性も高い。ただ政府は財政難を訴えてきたインドネシアが今回は年度別計画まで具体的に指摘し、分担金官能の意思を初めて明らかにしたのは意味があると評価している。先月行われたインドネシア大統領選挙で勝利したプラボマ・スビアント国防長官も6日、現地時間 KF-21 のような当面の懸案の円満な解決を期待すると明らかにしている。インドネシアは警告潜水艦6隻の輸入契約を締結するなど、東南アジアで最も大きな防衛産業輸出潜在力を持つ市場と評価される。それだけに政府はひとまず実務陣レベルでインドネシア側と妥協点を見出すための対話を続けているという。契約破棄なども現在としては考慮していないという。
警告外交当局者は、インドネシアが提案した期間を大幅に短縮し、警告が逆提案する、アイヤ当初の納付期限、2026年6月までに、インドネシアが出した分だけ関連技術を移転する案など、様々なシナリオを検討していると明らかにした。それとともに、未納金問題は、今年中に、どんな方式で、あれ結論を出すだろうと付け加えた。はい、ということでね、こちらに対して、コメントが1300件以上ついてます。はい、それではね、見ていきましょう。それではですね、一人目、こちら。潜水艦も3隻と技術だけ抜いた。その被害は、大宇造船がそのまま被った。記事をきちんと書け、3-0。技術を盗んだ後、独自開発したとしてもお金を払わない強盗、8-0。インドネシアとは今後の技術取引契約は絶対に締結してはならないという教訓を得てほしい、3-0。輸出成果や広報の役割があるかもしれないが、今の状況では損切りが答えのようだ。全ての取引には金銭が問題ではなく信頼が基本なのに、インドネシアはそれがないから取引をしたとしても何の得があるだろうか、1-0。信用のない国、やめてしまえ、小敷みたいなもの連れてくるな、1-0。防衛事業庁と KAI の担当者たちはインドネシアから賄賂を受け取ったのか、一体常識では理解できない口車に延々と乗せられている、3-0。純真な考えをするな、冷静になれ、それとこれからも全世界がカモに思うだろう、2-0。インドネシアを卑下したくないが、本当に卑下するしかないです。これまで、警告政府を、世界各国政府を裏切ってきた歴史の中で、変わらない国民性が見えてきます。絶対に多めに見てはならず、原則と常識通りにしましょう。5-0。技術を盗もうとして、食い逃げを明確にする、あの国とは取引するな。7-1。あとで、2034年になったらまた、納付期限を伸ばしてほしいという、8-0。私たちが何が残念がらなくてはいけないのか、あんなコジ X の国家と相手にするんですか、そのまま消えてください、2-0。信頼がなければ何も得られない、毎日毎年嘘と宣伝扇動する北朝鮮と民主党も自分たちだけで食い荒らしている、中北勢力は逆賊だ、支持する国民も許してはならない、3-0。どうせ大系民国一国では夢にも考えられない開発だったし、インドネシアが巨大な武器購買市場になるだろうと考えて分担金を待つことはできると思うが、1-5。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。ね、信頼がなければ何も得られないと、バーム油で現物払いはなかったか？なんか、この文章だけ見てると突っぱねたっぽいね。ポンコツに金は出したくないだろ、わらわら。マスク2000枚と交換しようって言われたのかな？救急車かな？よし、ゴムの木もつけよう。相手に合わせているんだね、笑い、ネシアさん、わら。インドネシア、2034年になれば、渓谷は消えるね。お前らも日本に払ってないやん、 W サッカー場の建設費、わら。完成即廃棄の期待に金払う気にはならんでしょ。開発後に出さないとお前らはいつまで経っても完成しないだろ、わら。あ、刑を怒らせて違約金を払わない腹積もりか。欲しい技術はみんな外国の技術で得るものがないインドネシア。もう渓谷の開発を信じてもらえないだけだろ。だから後払いなんだよ。もう渓谷の実で開発しろよ。まともに飛べるか知らんけど。チョコじゃなくなったから前の政府の契約はなかったことに、わら。すべてのコメントをインドネシアから全部渓谷に置き換えるとすっきりしますね。こりゃネシアは払わずぼったくる作戦だな。笑わせるぜお前ら、ほんと大丈夫か、頭。アメリカの技術移転だよりなのに、逆らうから、わらわら。当初ステルスとか言ってたやろ、わら、その時点で嘘つかれたのネシア方じゃね。はい、ということでね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。